テチチとは南米大陸を原産とする絶滅した小型の食用犬種である。一般的には世界各地で人気の愛害犬種であるチワワの先祖として知れ渡っている。チワワの祖先であると思われるて、父がトウモロコシを運ぶて、父像、国立人類学博物館太古の昔から南米のインディアンやインディオによって飼育されていた。主に食用犬として飼われていたとされ、 主犬とメス犬以外はすべて虚勢され、穀物系の餌を与えられて皮肉された。手父はインディアンにとっては一般的な食料だったらしく様々な調理法があったが、スペインから来た探検家や調査団によってほとんどが食べ尽くされ激減してしまった。だが遺跡等から食用ないしは積極的に生贄にされた犬の骨などは見つかっていない。 チワワの先祖となった犬は、メキシコのチワワ州に生存していたて、父の最後の末裔たちである、とする説がある。個体数が非常に少なく、近親交配による犬質の悪化の危険性が大きかったため、純血種繁殖は断念され、代わりに愛外犬としてその血統を受け継いだ犬種を作ることになった。これによってて父は、完全に消滅してしまったが、 それに代わってより小型の犬種であるチワワが誕生したとされている。現在でも中米、北米のスムースコートチワワの多くは耳が大きく、足が長く伝えられるて、父像に近い姿をしている。狐のような犬種で、マズルと足が長く、立ち耳、タレを。コートはスムースコートで、毛色はブラウン、ブラック、ブラウンホワイト、ブラックホワイト、クリームなど。 小型犬サイズで、性格は活発で人懐っこかったと言われている。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。